どうも、クーニンです。今日はですね、クーニンズの打点ホームラン二冠王の小野寺の一日に密着したいと思います。小野寺はクーニンズ入団4年目の25歳、白鴎大足利高校から中央大学に進み、東都で硬式野球を経験。そしてクーニンズ4年目の今季はチーム三冠王の活躍を見せるなど、打の大黒柱となっています。今日はそんな小野寺の一日にがっつり密着したいと思います。小野寺もね、クーニンズに入ったのが2020年なので、もう4年目なんですよ。まあ、なんですけども、密着企画っていうのは1回もやったことなかったので、今回はですね、小野寺のオフショットも含めて密着することで、より小野寺のことを好きになってもらおうという企画でございます。さあ、そしてね、間もなく集合場所なんですけども、まだね、集合時間の30分前なんですよ。もういますよ。おい、おはよう。おはようございます。早いね。ちょっと早めに集合30分前ぐらい来てるね。いや、本当に平日の都内ちょっと怖くてドキドキ込んでるとか今日は小野寺がなんとローリングスのカタログモデルを務めるということで、はい、有給取って来てもらってると。ローリングスは好きなの？ローリングスは学生時代から使って、グローブ使ってたよね。あ、そうだね。ローリングスのグローブ使ってたもんね。うん、使ってました。そうなんですよ。普段はお仕事は何されてるんですか？普段は保険会社で。保険会社で、はい。全然俺に保険のプラン送ってこないよ。いや、なんかどうなってんの？同じチームの人に送るのもなんかなんだなって。そうなんですよ。ひでえな。はい。まあ、もう少し経ったらご提案させていただければなと思います。保険ってそんな儲かるの？いや、でも固定給なんで、はい、そこまでその売ったからどうとかってのはあんまない。あ、そうなんだ。なんかインセンティブがすごいみたいなイメージあるんだけど。いや、全然個人で営業してるわけではなくて、まあ、そのいわゆる保険の管理職になるような職種なので。あ、だからなかなかプランを送ってきてくれない。そうです。まあ、自分のあれではなかなか決められないのが。そういうことね。そうです、そうです。で、自分ではやらない。ちなみに今の年収は、年収はハイアンドローで言うと500よりかは、はい、はい、はいです。600よりかはギリぐらい。おお何歳だっけ？26歳。25です。25歳で、はい、わあ、すごいね。ありがたいです。はい、ということでスタジオやってきましたけども、マジでがっつりスタジオ圧がすごいっすね。緊張が増しました。今回小野寺は来年度の春夏モデルのカタログモデルということだから、はい、小野寺 この今回撮ったやつが1年後、約1年後ぐらいなのかな。1年後ですね。に流れるっていう形ですね。なんかいいっすね。嬉しいっす。これこの後あれですか、小野寺のスタイリングをして、着用して撮っていくんですか？スタイリングなんです。スタイリングさらっと、このさらっとで、ねね、今の感じから変わるんですか？変わったら嫌です。変わったら嫌です。これどういう風に変えるんですか？でもなんかあんまりやらなくていいって。あんまりやらなくていい、ていい、なんかあんまりいったね。どうですかこれ、この絵。でも不思議ですね。変わるのかな。でもなんか肌綺麗だし、特に肌綺麗って言ってもらいました。でも目が綺麗だね。目は、そうなんですよ、自分綺麗なんですよ。本当、あれ、芸能人みたいな顔してるんだよ。本当ですか？いや、全然いけると思うよ。マジですか？ゴールデン耐えれる顔してると思う。ゴールデン耐えれる。芸能プロダクション応募しようよ。そうっすね。いや、なんか自分一回、母親に やられたことあるんですよ。え、そうなの？そうです、そうです。タレント事務所に。タレント、そう。そう、どうだったの？一応受かったんですけど。マジで？やらなかったっす。受かったの？受かったっす。いけよ。いやいやいや、そういう興味ないの？ないっすね。そう、下手したらそれ永瀬智也パターンだよ。家族がなんか送ってさ、ジャニーズにそれで受かったパターンだよ。いや、そう、なんか自分を知らず知らずに一回渋谷のなんか事務所みたいなとこ行きました。ハーフ？違いますよ。どことどこ？自分の父は埼玉出身なんですけど、自分の母は昔は墨田区に住んだの。へー。だからそんな感じか、わかんない。どっちになの？お母さんになの？完全に母にです。
お母さん昔ミスコンとか。いや全然、いやわかんないです、あんまり過去のことは喋ってくれないです。かっこいい親だね。かっこいい親だな。小野寺、いつも小野寺って言ってるからみんな知らんと思うけど、名前ゆうややけど、はい、これはなんでゆうやなの。いや、わかんないです。その、あのいつもよくある、聞かないのよ、あの小学校とかで聞くその名前の由来みたいなのあるじゃないですか、うん、多分聞いたと思うんですけど覚えてないですね、あんまり。あんまり覚えてないです。甲子園出た時もさ、はい、めちゃめちゃキャーキャー言われたんじゃないの。全然ですよ、坊主だし眉毛ボーボーだし。ファンレターいっぱい来たんじゃない。いや、ファンレターなんてそんな全然ですよ。何時来たの。全然来てないと思いますよ、多分。わかんない。でもなんか教室に何人か来たのは覚えてますけど。教室に。教室に。ファンレターを見に教室に来て、来たみたいです。今時効だから言うんですけど、休み時間はやっぱりずっと寝てたんで。そうなの。眠くて、練習のあれで。野球っぽくないですね。野球っぽくないですか。お顔だけ見るとサッカーっぽいかもね、うん、サッカー部って言われます。サッカーっぽい。でもちょっとやっぱ体つきもサッカーっぽいもんな。体つきサッカーっぽいですか。ぽいぽいぽい。だって足すごい太いじゃん。あー、まあ足だってさ、足太いじゃないですか。足すごいよね、いつも思うな。そうそう、これラオウ選手並みだよこれ。やばいっす。すげえ、すっげえ筋肉してるこれ、はい、伝わるかなこれ、筋肉のデカさ。かなりでかいと思うよね。服とか興味あるの。服めっちゃ興味あります。あのでもあんまりセンスがないんで、あのセットアップにこう頼りがち。ほぼセットアップ。今日このファッションは。ハーフパンツとロンティー。ああちょっとね、おしゃれな人がする感じの。そう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 。これメーカーは。下はあのなんかウィークエンドプロジェクトって言って、ウィークエンドプロジェクト、あのタティスジュニア選手が入ってるやつ。え、そうなんこれ。そう、あのなんかタティスジュニアのインスタ見て、うん、練習着として着てる、あのパドレスとか入ったりとか、はいはいはい、柄が入ってるやつをなんか載せてて、うん、でそこのサイト載せてて、海外通販みたいなの買ったんですよ。上下じゃウィークエンドプロジェクト。いや上は今回違います。これ上は何。あ、これ上はこれユニクロっすよ多分。これユニクロな。ユニクロ、ユニクロ、ユニクロの T シャツです。でかいっす。時計は。時計はアップルウォッチです。アプローチ。今もうスイカとか全部こっちで行くので。ジュズは何なの。ジュズはなんかこれ自分の父が沖縄、あ、うん、沖縄ペシカキとかなんか出張に行った時に買ってきてくれたみたいな、うん、どういう願いを込められてるの。なんかこの緑の石に意味があったんですけど忘れちゃったっすね。全部忘れるな。いやなんか名前の上昇みたいな、なんか上昇系みたいな感じだった気がするっす。あんまり覚えてない。匂いも栄乳するもんな。そうっすね、試合中香水つけてるんで。そう、この前の小野寺が守備行ってる時に小野寺の香水なんやろなと思ってシャメ取ったからな。シャメ取ったんすか。ライジングウェーブとかドンキとかでも全然買えるようなやつをつけてる。あの俺がのシャメ取ったやつ何あれ。じゃないですか、天王寺使ってたやつ。あ、そうです、そうです、ライジングウェーブ。普通のもう誰しもが使ってきた道、通ってきた道の香水だと思う。誰しも通ってないと思うそれ。いや俺初めて聞いた。別にこだわってるとかじゃないです。なんか純粋に匂いが夏っぽい感じの匂いが好きでつけてるだけです、うん、の時何個持ってるの香水。3個ぐらいですかね。結構持ってるね、うん、1回では絶対1個持ってないよ。1回では持ってないですね多分。3個ぐらいは持ってます。いわゆる靴も服も持ってないもん。全部もらいもんだもん。あいつクニさんのお下がり。そう、全部川上と俺のお下がり。川上さんとかおしゃれだ。おしゃれだ。めっちゃおしゃれだから、うん、いい服もらえてそうですけどね。とりあえずここまで何の動画か分からんぐらい野球とかけないけど。そうっすよ、ね、いや自分大丈夫かなと思って、なんかこんな自分のヘアセットローディングその慣れ初め聞かせてよ。あ、慣れ初め一番最初、僕、自分リトルリーガーだったんですよね、まず。リトルリーガー。リトルリーガーだったんですけど、リトルリーガーって結構身近にローリングスが、なんかイメージあるんですよね。うん、あ、ボールとかもそれこそ、初めて握った高級とか、ローリングスとか。え、リトルリーガーってローリングスのボール使うんですよ、ローリングス。そうなんですか。そうそう。あと、リストバンドとかも確かローリングスとかあったんですよね、一番最初。やっぱリトルリーグって結構、アメリカ寄りなんで、チャラチャラしてるっていうか、なんかこう、柄物が激しいです。でも、おしゃれじゃないですか、ローリングス。それでつけてましたね。あとは中学校の時のチームウェアがローリングスだったし、 あ、 そうなん。あと高校の時のアップの時のウェアもローリングスだったし、
大学入ってくるのもローリングス結構使ってます。結構ローリングス人生だね。結構ローリングス人生。親曰く1歳半くらいからもうバット持ってて振ってたっていう噂を聞いたことがある。左で？あ、そう、左なんですよ、それ。そうな、そう、初めっから左？初めっから、右で投げんのに、右で投げんのに。そう、右でも打席立ったことないです、今まで1回も。珍しいね。本当にそう、珍しいと思います。直して左じゃないです、もともと左です。じゃあ右で振れないの？全く全くですね。珍しいタイプだな。そうなんですよ、だから本当バッティングだけ左なんですよね。あの松井秀喜さん の、 あの左バッター転向した理由知ってる？兄貴に飛ばしすぎだからっていうやつですよね。自分よ読んでたんで本。そう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 、右で打ちすぎるからハンデで左、ハンデで左って。そうですよね。さあその左が定着しちゃったっていう。そうそう、なんか本当そういうエピソードがあればいいなと思ったんですけど、ないんですよね。すごい。さあそんな言ってるうちにできました。完成しましたか？どうですか？いや元が入ったら可愛いね。いい感じ、可愛いですか？うん、絶対藤井風さん似てると思うよ。ええー、本当ですか？絶対似てると思うよ。うまい、うまいっすね、やっぱセット、ちょっと待ってくださいね。なんか手が硬いな。なんかフィギュアみたいな。いいじゃないですか。いいじゃないですか、フィギュアみたいに。はい、じゃあ行きましょう。あと少し引いといてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、よし、行きます。はい、いいじゃない。反対行きましょうか。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、あー、これ普通だわ。これなんか、多分他の顔してないですね。ちょっとお前、反対も言っときましょうか、じゃあ。反対行きましょうか。気持ちパッチリした方がいいんじゃないの、ね、はい、行きますよ。はい、どうよ。目パッチリしたつもりですか？あー、全然違う。全然違う。本当だ。じゃあちょっとリラックスしていただいて、はい、まあ、通常ポケットに手入れたりとか、はい、ここそうです、自然な感じで自然な感じです、はい、お前目だけバッチリだ。目気抜くとあれだから逆に言わないのか。はい、あ、いいもうちょっと油断したね、これ。あー、いい。ちょいちょい油断するな。ちょいちょい油断してるぞ、あいつ。はい、反対いきますよ。はい、あ、切れます、はい、なんか肩のラインが不思議なシルエットだな。あ、そうですね、はい、自然にお任せしていいですか？自然にお任せ。続いてポージングお任せ。はい、で行きましょう。はい、そうです。よし、はい、うん、はい、はい、立てる。ああ、いいですね。はい、気持ちもいい、かしい。はい、うん、体正面、はい、そうです。でグローブ左手ちょっと後ろに下げていただいて、はい、そうです。はい、マーク意識していただいて、はい、そうです。ああ、油断した。すごい油断してる。あ、バカ油断してるぞこれ。小野寺今日50カットらしいよ。50カットですか？で、正面でバットをこう床につけて、あ、そうそうそう、ちょっとリラックスしてる感じです。ああ、そうです、そうです、それでもいただきます。はい、よいしょ。はい、だいぶ様になってきたね、もう。小林さん、これは次回もありますかね？次回ありますよ。おぉ、うわ、うちっすか？毎回有給、優しいっすよ、マジ。有給伸ばしてる。有給はまあ、あまりに余ってるやつ。取らなすぎて。はい、どうですか？はい、OK です。
はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、すごい早い。予定よりも2時間半ぐらい早いですよ。早いですね。見たいですね。でも取れ高たっぷりです。小野寺は個人的にどの部屋が一番かっこよかった？自分が汚くなったら、あ、本当これか。これっす。これが個人的には一番かっこよかった。パーカー？いや、これ半袖、半マカっていうの。パーカー、袖の半袖の、まあ、クーニンズっぽい、ぽいね、感じの色。素材が多分今までのとちょっと違う。ブラックラベルもかっこいいな。これもかっこいいんですよ。これの上限です。これシリコン？今回シリコンっぽい。これシリコンじゃないですかね。フロッキーって言ってた。初めて聞きました。質感違うからなんかすごい高級感あるね。これめちゃめちゃそうですね。高級感あります。いや、ほんまこのスモーク迷彩かっこいいな。かっこいいですね。部屋を通り越してバックにも入ってるから全体トータルコーデはええね。どうだった？モデルしてみて。いや、めちゃめちゃ楽しかったです。緊張しましたけど。なんか、今一番嫌いな言葉、ポージングっていう掛け声が結構ってなるですね。ポージング行きましょうって言われて、ポージング行きましょうって言われて、斜め斜めポージングっていうのがちょっと苦手なセリフになりました。これちょっと雨降ってきたな。そうですね、傘差してない人が多いですね。大丈夫？大丈夫なさそうだけど。さあ小野寺。はい。ローリングスの撮影が終わってこれから向かってるのは原宿ですね。原宿。原宿です。これは何をしに行ってんだ？いつも買ってる洋服屋さんがあって。ああ、いいね。せっかく有給使って都内に来てるんで行きたいなと思って。行きつけの。行きつけですね。もうしょっちゅう行ってます。なんてお店なそれは？カメレオン。カメレオン。セレクトショップ。あ、セレクトショップ。はい、よく行くんですよ。そうなん。はい、買い物の日ってなったら絶対行きます。買い物の日って儲けてんの？もう年にだから12回ぐらい。結構買ってるな。結構行きますよ。年間で副代で50万ぐらいは使ってるの？行ってるんじゃないですか。行ってんのか行ってないのかあんまり。なんていうブランドが好きなの？あー、グライミー。グライミー。グライミーって。そのピンクのはグライミー。グライミーです。まあ、3年連続夏買ってるんですよ。だから今年で3年目ですね。ちょっと俺も勉強しちゃおうかな。あ、いいのありますよ。おしゃれ興味ないけど、なんかこういう機会しか買わないから。そうですよね。ボスあるからな。いや、そのボスマジでイケてるっすよ。本当に渋いっすよ。え、ボスってあれなんですね。なんかスーツ屋さんかと思ってた。あ、スーツもあったよ。カジュアルスーツとかそういうのと合わせてスポーツラインがあってさ、なんかこれボススポーツみたいなやつ、はいはい、あ、違う、ボスグリーンかな。はいはいはい。なんかあるのよ、グリーンのボス。へえ。それがなんかそういうスポーツタイプらしくて、タグがボスが緑なの、裏側。へえ。なんかなんかそうアスリートのこういうスポーツテイストのやつらしくて。スーツとか着ないっすよね。着ないね。スーツはちょっといらないな。これも別に大谷翔平選手は着てなかったら着てないからさ。そうですよね。確かに着てますもんね、移動着とか。そう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 。バット問題がやっぱ一番どうですか。何が一番どこですかね。レガシーですかね。レガシーが一番合ってるでしょ。自分はそうですね。でもあんまりあれなんですよね、チーム内ではあんま公にはしてないですけど、ワニクラッシャーも結構いけてんですよ。あ、好きなんや。はい、ちょっとグリップ巻き直したいですよね。やっぱりちょっとだけ太いから、薄いやつに、薄いやつにして。ただ結構ちょっとブリブリするからね。そうです、ちょっと完璧だと思って。おお、いや、それはマルチ嬉しいと思う。いや、ほんとそうです。いや、それか、まあ、今使ってるレガシーなんで、レガシーかなって。ちょっとしばらくマルチでやってみよう。まあそうですね、ちょっと打率下がり始めたらちょっとやめるかもしれない。MM 気になんないの？23出たよ、MM23 って。あ、そう、全然振ってないですけど、あれどうなんですかね。いいですかね。どうなんよね。ウレタンの厚さが5ミリ増えたから、うーん、飛ぶのかな。でもちょっと重いって感じます、最近 MM 系は。グリップが細いからな。はい、特にヘッドに集めてるんやろな。レガシーの85も重いっすもん、最近。
触れないです。川上さんといつも一緒に言ってるんですけど、740ぐらいぐらいですかね。多分730ぐらいあるんですよ。なんか重くて最近。それさ、どうなんやろね。俺らっていうか、俺は知らないけど、小野寺とかって大学の時さ、900グラムでしょ。いや、そうです。890とか振ってたんですけど。それが750ぐらい重たいっていうようになってしまう、この体の慣れってどうなんだろう。いや、結構やばい。でもそれがあって多分打てるようになってきてるんだと思います。ちょっと確かにな。たまに公式したいとか思わないの？いやー、とりあえず今は思ってないです。今はいいです。とりあえずは。風人って言ったら同い年だね。2回だ。2回だって一番仲いいの？2回だ、仲いいっすね。マブダチだ、2回だな。マブダチ、そうっすね、2回だっすね。2回だってそんな絡んで見てないけどな。そうっすか。いや、全然絡みますよ。打率の計算してんのはいつも見るけど。いや、なんかそれでしかあいつ会話できないっすよ。それか、牧の話題か、あぐらいです。確かに。そうそうそう。確かに試合前めちゃくちゃ牧選手の話題してるな。してますよ。もう今日、昨日がどうとか、一昨日がどうとかなんとかって、いつも言って、自分より全然詳しいですから。今日マジで野球関係ない動画やな。いや、本当っすよ。好きな食べ物とか聞かれましたからね、さっき自分。本当に全然関係ないです。野球以外の小野寺をこれ紹介するのテーマにお届けしてるからね、はい、そうですね、まあ、好きな女性のタイプも喋っておきましょうか。好きな女性のタイプですか。はい、僕はあれなんですよ、クーニー TV の視聴者 93% は男子ですけどね。女子は見てないですけどね。好きなタイプはあれですよ、自分賢い女性が好きなんですよ。あ、どういう時のその賢いなと思う。いや、なんかなんだろうな、心配りとか、なんかそっち系、なんか意識配り、そう、気配りとか、なんか喋り方とかたまに出る。なんかナイフとフォークの使ったら綺麗だなとか思ったらやっぱり賢そうに見えるから。いや、そうです。やっぱそういうところが自分は大事だと思います。ちょっとだいぶおしゃれそうなスポットやね。おしゃれですね、ここら辺はやっぱり。裏原宿かこれは。いや、ここ裏原宿って言った方がいい。そうですね。なんかちょっと一本外れたところに。アニメとかは興味あるの？アニメはマジで、あのメジャーとナルトぐらいです。好きなの。ナルト好きなんだ。ナルト好きです。ドラゴンボールとか見ないの？全く。ドラゴンボール見ないですね。あの、なんかカードゲームは昔やってたんですけど、アニメ自体はあんまり知らない。知らない。知らない。音楽は？音楽はチューブ。チューブ？チューブ。渋いな。自分チューブです。僕のインスタのリールの音楽チューブにしてるんですよ、今。いや、深いっすよ、結構。あの、みんな知らないやつ。何やってる、何やってる。ピュアティー。ピュアティーは知らないよ。それめちゃめちゃいい歌。あとは、さよならマイホームタウンっていう歌があるんですけど。マジで知らないと思うんで、あんまあれですけど。もっとメジャーなんか出ると思ったら。いや、あ、だから、あ、夏休みとか。そこら辺はもう当たり前って感じ。シーズインザさんとかももう別に、あ、もう普通だな。さあ、我々はあいにくの天気ですが、まあ、このぐらいの雨、野球人からすると傘差すまでもねえってことで。まあ、何でもねえですけど、クソ寒いっす。半ズボンだった俺、スウェット着てきて。いや、マジ寒い。着いたもの、おだら。はい、あ、これか。お、なんかいいね。いい渋さがあるね。小野寺は結構来るんですか、ここは。はい、だいぶ来ます。小野寺狙ってるやつあったの？ありましたよ。無試着室からですいませんって感じです。これがグライミーっていうブランドの。これ言ってた後のピンクのやつ。あ、そうそうそう、いつも買ってる。毎年夏前に3年連続買っているという。すごいな。できました。お。ああ、いい人。下 L の感じで。いつものサイズですね。いつもの感じですね。ちょっとこれインスタでこの前1週間前ぐらいに載せてたのを見て欲しいなと。ちょっと小野寺ポージングしてみて。あ、それ覚えてます。
もうポージングに抵抗もなくなってるよね。グライミーのいいところはどこですか？柄とか色のセンスがまずいいっていうのと、生地ですね。なんかこのメッシュな感じ。これ、ね、そう、毎年こんな感じのやつを自分は買うんですけど。それを買う。だけです。たまに野球もいっぱいあります。野球のものが多いんですよ。その、本当に。マリナーズ、ヤンキーですね。そうです。これとか。お一郎選手、こっちは誰？これはサバシア、CC サバシア選手ね。そうです。サイヤング賞投手だ。こういうのが多くて好きなんですよ。野球の。入りは野球なんだ。そうですね。入り野球できっかけで知って。こういう感じの服が好き。はいはいはい。ここにたどり着いてるっていう感じ。これをもしやカメレオンさんで。これは違います。これはあのロープっていうインスタのアカウントがあって。その通販で。なんかおしゃれ番長みたいになってるな。ちょっと小物系を。3年連続購入しちゃったら、もうこれも小野寺のために買い付けたみたいな感じになってきますね。なってきます、ね、全然なってきます。サイズどうしようみたいな。これも去年と一緒でいいかみたいな話はしてます。皆さん覚えてください。小野寺が大好きなブランドは。グライミー。グライミーです。行きつけのショップはカメレオン、うん、カメレオンに来ればもしかしたら小野寺がいるかもしれません。常にいます、ね、買い物しても満足か。満足です。まさかこのような形で今年の買い物を終えるとは。え、今年最後なの？いや、だから夏の今年の夏の。そう、ちょっと外苑近いからバッティングセンター行こうよ。最後はい行きます。プロ野球選手知り合い誰がいるの？知り合いでは、もう後輩でいうとナチとか、うん、日ハムの磯畑とか、あと阪神。磯畑君そうなの？あ、そうです、取材で。今年自主トレしたよ、一緒に。ああ、そうっすね。あれですよね、秋山さん。あ、そう秋山選手と、あとは森下とか、阪神の開幕一軍だったんですけど、はい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 、今ちょっと調子が悪いかもしれないですけど。仲良かったのは牧選手？仲良かったの、そうっすね、牧。あ、でも全員自分、その誰がどうとかあんまりないタイプなんで。そうなんや。そうですね。でも大学時代のエピソードとかあっちゃったりするの？誰とですか？牧選手。牧はその WBC でも踊ってたんですけど。踊ってたね。踊ってたじゃないですか。別に酒飲んでカラオケとか行くと踊るんですよ。そうなんや。昔からなんか踊ってたんですけど、それで椅子から思いっきり落っこちたのがあって、あのカラオケの椅子から思いっきり落っこった動画が残ってるんですけど。残ってるの？残ってる。それがマジで一番最後に笑わせてもらいましたね、卒業の時に行ったんですけど。先輩の追い込んだ。あ、そうです。あとは牧、自分バスの席が前後だったんで、死ぬほど倒してやりましたけどね。牧後ろだったから。野球選手が知り合いにおるってええよな。そうですね。でも大学までやらせてもらったので自然と。一番対戦した投手でエグかった人は誰なの？一番エグかった人はソフトバンクの甲斐野選手。甲斐野さん。おー、やってるんだ。あの東洋大学だったので、同じリーグでやってて、くっそ速かったです。へー、球が、まっすぐが、まっすぐ吹いてた。やばかったです。高校時代はプロとの対決あるの？今井達也。あ、そうなん。うん、西武の。え、今井選手どこだっけ？作新です。あ、準決勝戦ってたんです。その時の結果はホームラン、すごいじゃん。スリーラン、今井選手から。そう、あの時まだ2年生だったので、今井達也が2年生だったので。あ、1個下なんだ。そうです、そうです。で、なんかそうですね、初対戦だったんですよ、うん、その時。え、それカウントは覚えてる？ 2-2 だった。追い込まれてたんや。そうです、追い込まれてました。初球まっすぐバーン来て140が出たわけ。140
142、3ぐらい出てたんじゃないですか、多分2年生。じゃあ早いね。4ぐらいまで出てたのかな。早いなって印象だったん。いや、そうですね。まあ、早いピッチャーなんだろうなっていう前情報はありましたけど。で、打ったのはインハイ、まっすぐです。まっすぐを。かぶせ気味に、うん、そうです、そうです。あ、もう本当にもう、ガーンって引っ張って、そのままライトに入ったみたい。すごいね。はい。あれは良かったですね。小野寺、プロからの話とかなかったの？全然ないですよ。もう大事な時に打てなかったの。大学時代の通算打率とか覚えてるの？いやもうひどいもんですよ。一回マジで超打てない時があって、22打個とかしたんですよ自分リーグ戦で。でもちょっとさすがにこれはっていうぐらいひどいくて、でもまあ4年生だったらまだ大丈夫だったんですけど、通算打率とかで言うともうめっちゃ低いんじゃないですか多分。何本打ってるのヒットは？ヒット20何本、30はいってないですけど20何本ぐらいだと思います。だから6大学だと100安打打ったらめちゃめちゃすごいとかなってるじゃん。あ、めっちゃすごいですよ。もうそれはトートだと何安打打ったらすごい。同じですもん。 100安打、100が一応目印、目安みたいな。100いったらもうほぼほぼプロなんだ。もういってない選手ぐらいの、もう結構聞きますけど。あ、そうなんだ。まあ注目には なりますよね。打率ってさ、6大学とか通っとってさ、何割ぐらい残したらすごいの？通算だと。通算でも多分3割3割5分ぐらいじゃないですか。あ、そんなある。多分3割5分あるかないかぐらいだと思います。通算で言うと3割いってないバッターも結構いない？プロ行ってる選手。あ、行ってないバッターも全然いますよ。多分牧も全然行ってないと思いますね。それこそ磯畑とかも2割7分6分ぐらいだと思います。レベル高いんだね。高いですね。やっぱりあの一発勝負だしね。下級生の時からのあの成績も入っちゃうんで、やっぱどうしても出始めってやっぱりレベルがちょっとやっぱ高校と大学ってそういうことか、だいぶ違うんで、それで最初は全然打てないっていう場合が多いですね。じゃあ最上級生になった時は、うん、やっぱ3年生とかになり始めてきたらちょっと3割5分ぐらいは打てるようにはなってきて。そうですね。小野寺何もやったん？自分ですか。一番最後2割9分とかだったんですよ。大学の時は1年生から出てたん？1年生の初めて出す、試合に出た代打だったんですけど、うん、出たのは1年の秋ですね。1年の秋に初めて出ました。うん、その時春は出れなかったんだ。春出てない。その時の一番初めての初対戦のピッチャーがソフトバンクの高橋で。おお、すごいプロと対決しまくってるね。サードゴロだったんですけど、うん、なんかすごい打ちづらかったですね。だいぶ詰まったのそれ。アンダースローで、しかもちょっとナイターになっ なってきてて、もう夕方ぐらいになっちゃってて、それでちょい詰まサードゴロで初打席終わりです。4年生秋は出てるの？出てます、出てます。それはリーグ戦打率何やったの？2割9分5厘とか。おー、すごいな。最後優勝できたんで。それでちょっと燃え尽きちゃったとこあるの？燃え尽きては、あ、まあそうっすね、ちょっとありますね。あるんや。それで社会人やんなかったんや？やんなかったっすね。でそれ優勝しなかったらもしかしたらやってるかもしれないな。どうすか。でもあの時期になってくるともう就職も決まってる状態だから、改めてやりたくなってたかどうか分かんないですね。はい。上を行かなかったのは何か理由は？いや、まあ純粋にその何ですかね、野球用で飯を食っていける確率があるのかないのかって考えて、まあ低いかなって自分の中で考えて、まあその一般企業に行って、まあ今まで何もしてこなかった、勉強とかもしてなかったんで、やっぱそういう普通の企業に入ってキャリアアップしていくみたいな道を選んだって感じです。それはその1個下にいる牧選手とかも見て、こいつらと比べたらやっぱり俺はちょっと無理かもなみたいなも思ったの？いや、その当時は全く思わなかったですね。なんか誰がすごい、あ、俺はとかって思ったぐらいしなかったんですよ。そうなん。じゃあ牧選手見てもうわこいつは絶対プロ行くか将来みたいな感じはなかったの？うん、そうですね。やっぱすげえなっていうのも何回かあったんですけど、もちろんあるんですけど、うん、やっぱそれでだからって言って俺はあれかなみたいな感じで思ったりはあんまなかったですね。じゃあワンチャンあったんじゃないお前も続けたら。いやいやいや、まあその社会人野球にまで続けてのあれは分かんないですけど、うん、まあちょっとまあそこはまでやるあれはないかと思います。
ですね。まあそれで普通に一般企業就職してもらって軟式続けてクーニーズ追ってくれるから、まあ、こうやってホームランいっぱい打ってもらってるわけやけどそうですね。それもまああれですよね、まあ、縁があって、この芹沢がもともとクーニーズ入ってるのを知ってて。そうやね、そうですね。で会社に入ったはいいものの土日何していいかわからないそんな感じなの。いやそうそう、本当にもう2連休ってまずないじゃないですか、やっぱ現役の時って、うん、ないね、ないね。だからその2連休の使い方がわからないってなって何してたのそれ、クーニーズ入る前は。だからもうお出かけをするんですけど、やっぱ、うん、お金使うじゃないですか、うん、あのその分、うん、だからそれもなんかちょっとこれずっとかって思ったらやばくなるね。そうです。だからもうとりあえず芹沢に連絡してで、クーニーズに連絡してもらってみたいな感じです。そういうことなんですね。そうです。とりあえずは日曜日は野球っていうふうになってるんで、もうリズム的にも、リズム的でもリズム的になってます。もう土曜日はなんか好きなことして日曜野球して勝つっていう、はい、もう野球だと打てたらいいけど、打てんかったら1週間もんやりしたりするやん。そうですね。それでもいいわけ。いやそれでも全然大丈夫です。大丈夫だよ。そっちの方がいいと思う。いいですね。いいんやん。あ確かに打てた時はそうっすよね、気持ちく次の1週間を迎えられるんですけど。そうそう、自分のエラーで負けてお前1週間とか嫌だぞ。いやそうっすね。でもまあ意外とあのクーニン TV を毎日こう楽しみにこう平日は本当に自分でこう見ながらやってるんで、それもまあいいっすよね。なんか自分が出てるのをこういつでもこう YouTube で見て、まあそういうことね、バッティングをいつでもチェックできるみたいなのが結構いいっすよね、はいはい、じゃあこの特集動画も仕事の合間とかで見てくれるのかな。このいやもう見ますよ、家帰って家帰ってから見ますよ。そしたらめちゃめちゃ長めに編集するわこれ。そう、長くなりそうなんで家帰ってからじっくり見ますじっくり見んのはい、じゃあちょっと密着のね最後の締めはちょっと野球要素なさすぎるということでバッティングセンターね、バッティングセンターでさすがにちょっと野球してるところ見せてもらいましょう、二冠王のねバッティングを。そうですね。どんぐらいなの、どういう意識でやるの。バッティングセンターですか。バッティングセンターはあもうこの前 の練習動画通りぐらい本当に、まあ、同じ球が来るんでできるだけミスちょっとしないように、頭を動かさないようにできるだけミスちょっとしないようにって思うんですけど、いつもやっちゃうんですよね。バントはしないの。バントは最初の方だけちょろっとやりますけど。やれるの。やります、やります。バント、まあ、ちょっとそのバントの質を見てバントのサイン出すか決めるわ下手くそに演じとこうかな、ちょっと怖いから試合でやるこのバッティングゲージはどこで打つんやん。山崎康明投手のところなんで、なんていうのそれは。いやなんか普通に右手になってくるここしかなさそうなの。そういうことね。とりあえずいいかな。何キロでやるの。まずは100。いけます。おお、これはいけるね。バント意外と得意やん。あら、まあまあ出すことはないよ。出すことはないです。やっぱいいなぁ。いいっす。これはダメなんですよ、こういうことやっちゃう。130キロ、はい、まあ、まずバントできるかな。いきます。うまい、完璧。2打席目 OK。 さあこっからバッティング。おお、バッティング強いな。いいんじゃない。なんですよ、取られちゃいますね、天国で。ダメかあれ。これはいいんじゃないか。いいフィニッシュでした。さすがだね。熱いっすよ。さすが。130キロこれだけものにしたらもうやっぱ試合で打てるのは納得ですよ。あ、本当ですか。いや、よかった。最後にいい絵が撮れました。あ、よかったです。よかったです。野球できて。はい、最後の最後。やっと最後に。
よかったです。最後にと小野寺のバッティングが見ることができました。はい、はい、ということで皆さん長々とお伝えしますけれども、小野寺さんの密着企画これで以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。クーニンズの4番小野寺の活躍、これからも皆さん期待してください。期待してください。動画概要欄にインスタも貼っております。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。